ようやくローラント城奪還の準備が整いましたね。皆さん本当にありがとうございました。ドンペリ様の策を遂行するため眠りの花畑に向かいましょう。オッケー、じゃあ眠りの花畑行きましょう。あ、行く前にショートカット登録しよう。まあこれでいっか、シャルロットちゃんのショートカット、あとの2人は変えなくていいかな。行くぜ行くぜ。あ、行けた行けた。あ、サボテくん見つけた。あのコメントで教えていただいたんですけど、あのここにある風神像のこの2体並んでる風神像の方で風を利用してジャンプするとこっち飛べるみたいですね。はあいや本当にありがとうございます。いけたいけた。皆さんここにいらしたのですね。それでドンペリ様はなんと、あははは、そうです、一回報告しに来た方が良かったかな。この洞窟に風の精霊を味方につけたアルマ様たちは眠りの花畑にいらっしゃいます。皆さんの報告を聞いたらきっと喜ばれる。じゃあ花畑行きましょう。暗い洞窟で息を潜める日々はもう終わりです。我らの城を取り戻しましょう。取り戻そうぞ。あ、いたいた。おかえりなさい。賢者ドンペリには会えましたかな。会えましたよ。ああ、まあ見ててくれ。はいな、お任せくださいご主人様。これが眠りの花粉ですよね。で、これをローラント城に送ってナバル兵を眠らせるっていう作戦ですよね。そんな、こっからローラント城まで届くもんなんだね。あ、お城。届いとる。あ、でもそっか、ローランと襲われた時も同じようなことされたんですもんね。ていうかお城だいぶ荒らされてたけど綺麗に戻ってましたね。さあ今がチャンスです。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけてください。はい、なるほど。樽の中にまんまるドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。あ、ありがとうございます。これ以上ローラント城を敵の好きにはさせません。父の無念を晴らすためにも必ず城を取り戻します。取り戻そうぞ。じゃあ、こっちは入れないからあっちですね。で、眠ってるんだよね。これは倒されたわけではなく、これを回復しとくか。なんか落ちてないかな。あ、鍵かかってた。ダメなんだこっち。じゃあおとなしくこっちから入りましょう。で、あ、いるね、アマゾネスたち。あ、じゃあお願いします。んー、ちょっと探索しよっかな。お城の中もだいぶ綺麗なまんま残されてますよね。ナバール兵たちがここで暮らしてたのかな。あれ、この人大丈夫？ん？あの襲われた時の人が残ってるわけじゃないから、この人は寝ちゃったのかな。どういうことなんだろう。まあいいや、進もう。普通にこれ敵いるね。私が倒します。皆さんは休んでいてもいいですよ。僕の手だぜ。強い。見てたですか。いや強いな、新しい必殺技。
いいね。あひどいです。城内にモンスターを放つなんて。そうだね。バル盗賊だ。絶対に許せません。結構お城広いのかな。あっちまで行かなきゃいけないって感じですかね。マシンゴーレム見れましたね。あれ？そっか、あのホークアイってナバールの人なんだよね。何者です？あなたもナバール兵ね。父の敵、覚悟！違うんだ、俺の話を聞いてくれ。名前はホークアイ。確かに俺は元ナバール盗賊団のシーフだったが、今は逆にナバールから追われている身。そうなんだ。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。俺はそれを止めに来た。信じてくれ。はあ、なるほど。ふう、ありがとうよ。イザベラって女が何者なのか俺も詳しいことはわからない。だがこれだけは言える、本当のナバール盗賊団は決して人を殺したりはしないと。そうなんだ。俺の調べではイザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は親友のイーグルという男をイザベラ、いや美獣に殺されたんだ。美獣はさらにイーグルの妹のジェシカにまで、奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけ、俺が手出しできないようにしているんだ。はあ。だから頼む、もし美獣と会っても奴を殺さないで捕まえるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かりました。私はこのローラントの王女だったリースです。父の敵は取りたいけれど、無実の娘さんを犠牲にはできません。ヒャッホー、さすがは王女様。もうキスしちゃう。何をするんですか？私かわいい。おっと、すまない、つい興奮してしまった。あの、できるかどうかわかりませんが、なんとか捕まえてみます。そうか、ありがとう。だがこれ以上みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。じゃあ俺は先に行く。いや、もうデュラン切りかかってよかったよ。リース大丈夫ですか？え、はい大丈夫です。今は動揺している場合じゃありません。先を急ぎましょう。本当に大丈夫？いや、もう可愛すぎるでしょリースちゃん。そうなんだ。じゃあ元ナバールなんだ。イザベラって人があのセクシーな格好したお姉さんだよね。でも倒すことはできないと。どうすればいいんだろう。呪いを解いてから倒すって感じなのかな。うん、これは間違った、ごめん。シャルロットの武器だね。おお、結構上がる。リースちゃんの武器落ちてたりするのかな。あれ、ポセイドンの爪。リースちゃんの武器ってどっかにあるのかな。デュランのこのチャージアップってもう取れるから取っちゃおっかな。力全振りで OK。 アタックセイバーとチャージアップ、あ、装備する。あれ、どれ外そう。これでいいかな。我流奥義とチャージアップを交換で、ため攻撃の余ダメージ 30% アップ。 OK。 じゃあ進もうかな。あ、なんか3人の服紫っぽい色でお揃いですよね。かわいい。
何これ、うっ、びっくりした。怖っ、何これ、敵、うわっ、ボス、なにやらない、範囲広、フラップレベル1どういうこと、あーこの槍ね、このあ、びっくりした、あ、ちょこの槍あれみたい、あのアンダーテールのアンラインの槍みたい、え、なにこれ、狙われてる、あーG を仲間にしたけど痛い仲間にしたけど、あ、間違った、デッチ。ジンを仲間にしたけど、ディテクトとか、なかったですよね、説明。ないのかな、ディテクト。なんかちっちゃくなってない、シャルロット。あ、リングコマンドにあれじゃん。ちびっこハンマーないじゃん。じゃあ、ぷいぷいそう、使うか。待って、で、リスちゃんじゃない、シャルロットとリスちゃん回復しとこっか。いやー、なんか強いね、ボス。余裕ないわ、喋ってる。あ、逃げて、痛い、ごめん。なんかいるし、これあれじゃん、影の敵じゃん、苦手なんだよな。で、あの、ため攻撃しないと、えい、あ、はまってたっていうか、あ、で、そのリテクトがないけど弱点とかあんのかな。リッチャーすごい遠くにいた、びっくりした。で、あ、弱い方打っちゃった。まあ、いいか。もう一発打っとく。いやー頑張るでち、おとりでち、もう一発打っとく。レイ。オッケー気づい、あ、ちっちゃくなってる、待って。みんな気づいたら、え、なに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 なんで今一瞬スローになったの。気づいたらちっちゃくなってんだもん。でも、炎を出してくる敵っぽいですよね。で、炎ってことは水が弱点だったりするのかな。じゃあリースちゃん、大丈夫。あはー、今度私がちっちゃくなっちゃった。OK、トイプパッション。加減はなしとせ。弱い弱い。まだ半分いってないって感じかな。ちょっと強くない敵。あー、シャルロット、待って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 。痛い。オッケー。喋ってる余裕が本当にない。強いな。邪魔。めんどくさいな、この周りにいる敵。やばい、飛ぶ。え、なんかすごい、え、なんか大変なことになってんだけど。回復。あ、リースちゃん、ちょっと待って、ちょっと待って、リースちゃん、リースちゃんが倒れちゃった。聖杯、聖杯。オッケー。しんどい、これはしんどい。待って。リースちゃんに行こう。な、お、みんな後ろにいる。え、なんか、なんだこれ。狙われとるな。回復して、回復して、痛い、痛い、痛いでござる。痛い。待って、ヒルライト、ヒルライト。
ックが追いつかないでち。みんな前に行けてないじゃん。え、なんかやばくない攻撃。え、おかしいでしょこれ。なにこれ、おかしいって絶対。シャルロットで回復した方がいいでち。こっち来ないで、やめて、こっち来ないで。で、リースちゃんで必殺技を使った方がいいでち。なんか広い範囲が、あははごめんごめんって。違う、間違ったでち、間違ったでち。うん、おかしくない。だって冷静に考えて罠置きすぎでしょ。やだー、怖いー。もう一回でシャルロットに変えて、あ、回復するでち、回復するでち、で攻撃するでち。ちょっと待って。多分炎の属性の敵だと思うから、なんか水属性の攻撃ができる。コインがない、マジかよ。あ、これでいいじゃん。味方の武器に水属性を付与。これってあれだよね、セイバー系のやつと同じってことだよね。これディランにやっとく？避けて。痛い。で、やめて。炎が消えた。あいつの魔力が弱まってる。本当？じゃあ最初からこれ使えばよかったってこと？体力がやばいでち。待って。やばい。待ってヒールライトでち。ヒールライトでち。恐ろしいな。ちょっと本当になんかもうわけわかんないんだけど、情報量が多いよ。周りの敵邪魔くせえ。邪魔くせえよー。あ、なんか名前の下のゲージのとこに弱点って書いてません？やっぱ水が弱点なのかな。痛い、ごめん。シャルロットシャルロット、ちょっと待って、一回回復しよう。じゃあこれだ。はい。すごい忙しいな。あ、待って、やめて。あ、ピコンピコン、やめて。待って、シャルロットどこ？いたでち。ちょっと一回冷静になろう。くるみをシャルロットに使って。あ、ごめん。ヒールライトして、リスちゃんが、死んでたから蘇らせて。忙しいでち。これでいいかな？あれ、これ、効果戻ってない。マジか、ちょっと待って。どれだっけ、こっちか。使うか、もう一回。これだ。危ないでち。で、今、水の効果あるうちに必殺技打っといて。ハルロットが死にかけでち。もう訳がわからないよ。マジで喋る余裕がない。ハルロットに必殺技打たせたいけど、この弱点つけるうちにやってきたいな、これ。やめて。シャルロットが死にかけでち。
そしたら一回リングコマンド開いて冷静に行動しよう。で、まん丸ドロップ使って、オッケー。なんかもういろんな攻撃してるもんわけわかんないよ。もうわけがわかんないよ。雲文字切り、ああ戻っちゃった。じゃあちょシャルロットで、あごめん必殺技打ちに行きたいけど。ヒールライトしてで、あ、ごめん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 、あ、違う違うレッチ、おとおりレッチ、あ、倒した？シャルロットやる、ありえない強さだったんだけど、おかしいでしょ。それはレベルも上がるよ。多分何言ってるか分かんなかったな。変な汗かいた。はあしんど。え、あ、あ、なんだっけ、ポセイドンの爪、これあれだよね、この部屋の前にあったやつだよね。そういうことか、これ弱点だから使っとけよってことなのかな。あーもう強かった、ほんともうわけわかんない。おかしいでしょ、強すぎでしょ、もう。ディテクトが使えそうな子はいないな。ってことはないのかな、他のキャラクターだったら使えたりすんのかな。お前たちはあの時の弟をどこへやったの。エリオットを返しなさい。返しなさい。知らんな。行くぞベン。オンビル。忍法。オン。ねこれ。バターンになるのかな。違かった。えってか連戦？やめてよ。さあ、妙な技を使いやがれ。あれアーマーが取れない。じゃあ、頑張るでち。これ合体してんの二人。めんどくさいな。あ、でも一気に倒せるってことか。ああ、忍者だから。魔法攻撃みたいなの使ってくるのかな。えい、カメ攻撃難しいな、さては。あ、待って、シャルロット回復、あ、ナイス、ありがとう。ヒールライトプラスって全体回復なんですよね。助かるわ、ほんと。あ、消えた。お命ちょうだい。これって範囲攻撃だから、呪文字切り2発撃った方が強かったりするのかな？どうなんだろう。あ、くるくるしてる。いいじゃんいいじゃん、頑張ろう。おとおりレチ。かわいい。え、ちょっと待って、え、なんでなんでなんで別れたの。めんどくさい。いた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 。あれどこ行った、もう一人。あ、ちょっとアーマー壊したい。あれ、オッケー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 。これ一人ずつ倒した方がいいのかな。どうなんだろう。痛い。え、どっちがどっちだっけ。え、何これ。ピコンピコン。あ、じゃあシャルロット。痛い。痛い。回復するでち。もう一回回復するでち。
なんか片方だけ攻撃するってのができないな。入れ替わりやがって痛い。あ、身を受けたい。じゃあベンからやろう。ベンから、あ、いなくなった。でもどこ行った。いた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 。ベンからやろう。ベンから片付けよう。あ、どっか行ったんだけど。逃げるなし。痛い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 。あー、隠れちゃった。もう一人。あ、でも攻撃できてる、ちゃんと。当たった、それ。参ります。で、あとちょっとだよ。シャルロット、やっちゃいな。やった、倒した一人。ズコー、あと一人どこ行った？え、今なんでスローになったの？どこ行った？あ、いた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 。あれ？オッケーオッケーオッケー。十文字切り。十文字切り。参ります。で、本気で行きます。倒した、やった。技を見切れるか。あれ、え、なんでなんで、あ、倒してた。倒してなかった、全然。ちょっともう虫の息だけど、今度こそ倒した。ぬか喜びしちゃった。覚えてろ、美獣様。申し訳ございません。この二人は操られてるわけじゃないの？あー、連戦きついな。え、なんか、あ、ローダント城を奪還しよう。え、もっと先に進めばいいってこと？ほんと、あのジーンの時のボスより、あ、レベルが違うんだけど強すぎだよね、ちょっと。で、これ美獣様じゃん。お前は何者だ？私は美獣、黒の貴公子様にお仕えしている。こんな城にもう用はない。欲しければくれてやるよ。待て。みんな来た。皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。よかったね。もうお父様は戻らない。あの美獣とかいう女がナバールを操っているみたいだ。とんでもねえ女だぜ。とんでもないよ。シャルロットも美獣は嫌いでち。おっぱいぼよよち。あ、でもまたもし攻めてきたらどうするんですか？一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。え、リース様、エリオット様のことが気になるんですね。そうだよね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城にとどまることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。お、ありがとう。ライザ、みんなありがとう。
私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を見つけ、マナの剣を手に入れて戻ってくる。それまでお願いね。リース様、お気をつけて。リースちゃんの旅の目的は弟を取り戻すことだもんね。よかった。ささ、風の精霊ジンもシャルロットのしもべになったことだし、オルセナの英雄王様のところに戻るでち。レッツゴー。レッツゴー。